5000年の悠久の歴史を刻む国、インド。神々と信仰の国、世界に冠たる IT 産業、そしてボリウッドに代表される映画産業。インドの素顔を物語るキーワードはたくさんありますが、鉄道もその一つ。実はインドはアジア有数の鉄道王国でもあります。中でも旅行客の注目を集めているのがマハラジャエクスプレス。覇王の名を冠したこの列車は、文字通り世界で最も豪華な列車と言われています。行く先々でゲストを待ち受けるのは、世界遺産にも指定される歴史的建造物やマハラジャにもちなんだ王宮、そして美術品の数々。宮殿列車に乗ってインドマハラジャの旅に皆さんをお連れしましょう。インドの首都デリーです。古くは国民的叙事詩マハーバーラタに歌われ、中世のイスラム王朝、そして映画を極めたムガル帝国時代を経て、現在発展著しいインドの政治文化の中心地として栄える都市です。ジャマーマスジット、金曜日のモスクを意味するこのイスラム礼拝所は、ムガル帝国の第5代皇帝シャージャハーンが14年の歳月をかけて建てました。赤い砂岩と白い大理石のコントラストが美しさを際立たせます。小高い丘の上に立つこのモスクの中庭は、最大で2万5000人もの人々を収容することができると言います。そのシャージャハーンの時代に最盛期を迎えたデリーには、世界遺産に指定される数々の名建築が残っています。ラールキラー、英語名レッドフォート、赤い砦の意味の通り赤い色の砂岩で築かれた城塞です。アグラからデリーへ都を移した皇帝ジャハンによって建設されました。謁見の間に続く白大理石の宮殿、壁の装飾にはラピスラズリや翡翠などの宝石が散りばめられています。ラールキラーの正面にあるにぎやかな大通りはチャンドニーチョーク。皇帝が月夜の晩に妃と二人散歩を楽しんだそうです。今では多くの車やリクシャ、人々が行き交う目抜き通りです。ムガル帝国第二代皇帝フマユーンのお墓、フマユーン廟、あのタージマハルに影響を与えたというインドイスラム建築の傑作です。
1993年に世界遺産に認定されました。世界遺産の建物を観光するだけでも興味はつきませんが、インドの魅力はそれだけではありません。鉄道もその一つ。実はインドは世界有数の鉄道大国でもあります。日本に先駆けること19年、1853年に英国の植民地政策の一環としてアジアで最初に本格的な旅客鉄道のサービスが始まりました。インド全土を網の目のように敷設されたレールは全長62,000キロ。これは日本の2倍以上で世界第4位の長さと言われています。デリーの官庁街の近くにある国立鉄道博物館にはインド国営鉄道の歩みや往年の列車が展示されています。さまざまなレール幅の機関車列車が展示されていますが、中でも目を引くのがマハラジャ列車です。マハーは偉大な、ラージャーは王を意味するサンスクリット語です。かつてインドが藩王国の集まりだった頃の藩王を意味する称号です。当時藩王たちは君主として強力な自治権を持ち、栄華を極めていました。旅に行く際も宮殿さながらの豪華な設備を誇るマハラジャ列車を走らせていたといいます。その宮殿列車を現代の世によみがえらせたのが、今回ご紹介するマハラジャエクスプレスです。Good morning. Good morning. 列車は24両編成。中央車両の両側に2つの異なるインテリアの食堂車。そしてバーカウンターを備えたラウンジ車が2つ。各車両には一人ずつバトラーが使え、ゲストの要望に応えます。文字通り旅行客にマハラジャ気分を味わわせてくれる世界で最も豪華な夢の列車として、世界中の鉄道ファンはもとより旅行客の注目を集めているのです。The Maharaja's ExpressAs the name rightly suggests, is the train which exudes royalty, luxury, opulence, and comfort. We take you back into the era of the Maharajas and Maharanis to experience the lifestyle during those times.
Royal Indian Realtors has created this, a time machine, as your mode of travel. During the course of your royal journey, we take you through an exotic part of India and share with you some of the most historic and iconic destinations. Ultra-modern amenities, gastronomic delights, and of course, warm and friendly Indian hospitality is what sets us apart and gives us the edge. In the process, we have created one of the most luxurious trains in the world. The Maharajas Express is renowned today in the international luxury travel fraternity for its opulence and impeccable hospitality. As for all our guests, for the connoisseurs of luxury living, we are convinced that this is truly the best way to see incredible India. Our unique and exclusive onboard features, to name a few, are pneumatic suspensions that enable the ride to be a smooth one, individual room temperature controls, round-the-clock private butler service, triple filtered water, reverse osmosis treated ice cubes, the ability to seat a full restaurant of guests in one sitting in our elegant restaurants, a culinary delight as we serve you a variety of regional cuisines and also international and classical delicacies using the best ingredients, a well-appointed wine menu which is presented by our onboard sommelier, daytime drives through the panoramic countryside so you can revel in the serenity, live television that broadcasts international news, movie and sports channels, Wi-Fi connectivity throughout the train. To all my Japanese friends, a very warm namaskar from India. I invite all of you to experience India with the Maharajas Express. 旅行期間中の食事、停車駅での観光ツアーなど、すべてが旅行代金に含まれるオールインクルーシブ。気になるお値段は、出発地点にもよりますが、例えば一番安いクラスの部屋で1泊895ドルから。最低宿泊数は3泊からなど規約があり、最長で8日間。航空券代金などを含めれば、日本からの旅行代金は1人100万円前後の豪華な旅です。ムンバイとデリー間を結ぶものなど全部で4つのルートがありますが、今回ご案内するのはデリーを起点にジャイプール、コタ、サワイマドプール、アグラなどインド、そしてマハラジャのエッセンスが凝縮されたエリアを結んだロイヤルソージャンコースです。 CM 明けはいよいよデリーを出発、マハラジャエクスプレスの旅が始まります。夜デリーを出発した列車は、翌朝マハラジャ発祥の地ラジャスタン州の州都ジャイプールへ入りました。デリーから南西へ260キロ、ラージプートの土地を意味するラジャスタン州は、その昔西のイスラム勢力や北のムガール帝国と勇猛果敢に戦った誇り高きヒンドゥーの戦士ラージプート族の本拠地として知られるマハラジャゆかりの地です。ホームでは民族舞踊のセレモニーがマハラジャエクスプレスのゲストを迎えます。ジャイプールは1728年にマハラジャ・サワイ・ジャイ・シン2世によって作られた町です。
7つの門を持つ城壁に囲まれた旧市街は全てピンク色に統一されているため、ピンクシティの別名でも呼ばれています。バザールの大通りに面して立つジャイプールのランドマーク、風の宮殿ハワーマハルです。かつて宮廷の女性たちが窓からそーっと町を見物したといいます。ピンク色の建物に色鮮やかなサリーが優しく映えます。マハラジャエクスプレスの旅は行く先々でその土地の観光名所を巡ります。ジャイプールでゲストが向かったのは、今なおマハラジャが暮らす宮殿を博物館にしたシティパレスです。続いてはその向かいに立つ奇妙な建物、これジャンタルマンタルという天文台なんです。2010年に世界遺産に登録されたのですが、天文学に並々ならぬ好奇心を持っていたマハラジャ、サワイージャイシン2世がなんと300年近くも前に建てたものなんです。高さ 27.4 メートルの日時計サムラートヤントラをはじめ、今なお現役で活躍するさまざまな観測機が並ぶ様はなんだか